はい、こんにちは、カパパです。九州まで車中泊の旅シリーズですが、今回の動画はですね、出発前日の準備の様子です。あの狭いプリウスにね、どうやって寝るのとかね、あとそもそもね、人が寝れるのかとか、根本的なご質問をいっぱいいただきました。つきましては、資料用データを編集しましたので、こちらをね、ご覧いただければと思います。これはね、車載カメラの位置決めをしているところです。でカメラはね、GoPro の Hero 8を使いました。フルハイの30コマの手ブレ補正オンです。これがね、何も積んでない状態です。割と広いんですよ。でね、鉱石を前に倒すと、こんな感じでね、鉱石がフラットになります。ドア側から見るとこんな感じ、少しね、傾斜がついてます。実際にね、乗り込んでみて、寝てみてね、広さの確認をしてみます。このモデルさんはね、サイズが LL なんですけど、一人ならね、十分寝れそうな感じがしますよね。これはね、逆から見るとこんな感じなんですよ。足がね、十分伸ばせます。ただね、足元にあんまり余裕はありません。足をね、組み替えたり、あとはね、寝返りを打つことは簡単です。はい、これね、布団を敷いたところです。シングルの敷布団、ちょうど1枚分の大きさでした。ドア側から見るとね、こんな感じで敷いてあります。はい、実際ね、乗り込んでみます。このモデルさんはね、ちょっときつそうですね。気持ちよくね、寝てしまいました。いやー、快適だね。身長ね、174ぐらいなんですけど、あと1センチか2センチぐらいでかかとがついちゃいます。で、現実的に支障があるかって言ったら別にないですね。後ろのこの荷室、ベッドルームですけど、やっぱり登山の道具とかね、あとは当然ながら着替えだとか、あとは食べ物とか、その辺も一緒に積むんで、こんな広々とは使えないとは思うんですが、それにしてもね、これはいいね。ただね、起き上がってね、あぐらをかいてなんか食べるっていうのは 100% 無理ですね。本当に寝るだけですね。そういう割り切った使い方であれば、もう全然快適だと思います。今日はね、11月の26日です。ちょっと思うところありましてね、九州に旅に行こうと思ってます。基本下道で行こうと思います。要所要所でね、高速は乗るんですけど、通りすがりで、その土地の名物があれば食べたいなというふうに思ってます。ただね、その土地土地に必ず名物っていうのはありますから、それごとに食べてると、お財布パンクしちゃうんで、極力自炊。ただね、自炊もいろいろありますけど、僕の場合はただお湯を沸かすだけです。ですので、ちょっとそこにね、いろいろ買ってきましたけど、カップラーメンとか、あとはインスタントの味噌汁ですね。あとこっち側がね、天然水とか、醤油の小瓶も見えますけど、基本カップラーメンと味噌汁は、車内でお湯を沸かせばね、作れます。一酸化炭素中毒に気をつけながら、お湯を沸かしてですね、で久しぶりにね、こちらですね、ジェットボイルです。1年ぐらい使わなかったんだけど、はっきり言うとお湯を沸かすというその一点だけで語ればですね、はっきり言うとジェットボイルが一番だと思ってますんで、どうせ使う量はね、 400cc か 300cc ぐらいなんで、多分1分ちょっとぐらいで沸いちゃうと思います。はい、そんな感じで九州に行こうと思います。で、ここにザックが見えますけど、九州にドライブに行くわけではなくて、山登りです。九州最高峰の九十連山の中岳、それと九十山ですね、そこら辺を登っていきたいなと思います。はい、それでは行ってきます。